帰ってきましたね。少し留守にしていただけなのに、ずいぶん久しぶりって感じかな。うむ、確かにな。なんか帰ってきたって感じだ。はぁ、お腹すいた。久しぶりに串焼きが食べたいな。ライコーとデコポンポの兵じゃないの？あやつら、俺たちより先に戻ってきたはずだが、なんでまだ都の外なんかにいるんだ？なんだろう、門が閉まってる？え？見たところ、都から閉め出されているみたいですが、さて。兵が閉め出されている？妙だな。何があった？ナスリ、オンギ、頼めるか？うん、そうだな。少し調べてくるか。行くぞ、オーギー。はい、姉上。あの外壁を駆け上がってきた。さすがだね。ずいぶんと慎重だね。うん、ちょっと気になったな。それだけ？うん。ハクは隠し事が苦手だよね。何を隠しているかまではわからないけど、ずっと思い詰めてたことはバレバレだよ。そっか。いつか話してくれたら嬉しいな。いつか必ず話す。うん、待ってるね。ありがとう。いつか必ず。待たせたな。まず最初に、帝が崩御なされたという話は事実です。あの兵たちが都から締め出されているのは、喪に服しているからという建前のようですね。そしてこれから話すのは、あくまで都でささやかれていた噂話です。それを念頭にお聞きいただければ、事実かどうかは僕たちには判断がつきません。ですが、少なくとも宮廷の方々は疑心暗鬼になっているようです。なんだい、ずいぶんもったいつけるじゃない。では単刀直入に、帝がオシトルさんに暗殺された、そういうことになっております。何？オシトル暗殺？帝？兄貴よ、バカな。馬鹿げてるのです。兄様が帝を、そのようなこと天地がひっくり返ってもありえないのです。それだけではない。さらに姫殿下まで亡き者にしようとしたとのことだ。幸い姫殿下は命は取り留めたものの、未だ予断を許さぬ状態にあるということです。そんな、何かの間違いなのです。兄様が、猫ね、兄様がそんな。大丈夫、みんなオシトルのことを信じてるから。だからね。はいです。それでオシトルは今？ああ、捕らえられ投獄されているらしい。それともう一人、共犯として大宮司ほのか様の名が挙げられているようです。ほのか様が帝の食事に毒を盛ったということになっているらしいです。なんだと？ほのか様、兄貴よ、殿、それこそバカなと。やはりオシトルは腕切りで間違いなさそうだな。うん、やり気まくせ。ハク、これからどうするつもりかな。私たちがオシトルのお水だと知っているものは少ないだろうけど。だが、ゼロというわけじゃない。場合によっては
手配されていることも考えないといけないかな。このまま無防備にそこらを出歩くのはまずいな。顔くらいは隠した方がいいか。何もしないよりかはいいよね。正門は閉じられていますが、西門は行商人たちのために開放されています。ひとまず商人のふりなりしてそこから入ってみてはいかがでしょう。そうだ。なんとか乗り切った。思ったよりあっけなかったですね。検閲とかほとんどされませんでしたし。確かに拍子抜けだったな。少し慎重になりすぎたか。いや、油断は禁物か。うん、この先を考えたら用心するに越したことはないかな。まあまあ、そんなことよりお腹空いたい。屋台はどこに行っちゃったの？随分と閑散としているじゃない。エイト全体が野に服しているんだろうね。だからか、こんな静かな帝都は初めてだな。ここってこんなに広かったんだ。なんということだ。水上が見まかられ、さらに姫殿下まで。これからヤマトはどうなって。みんな不安そうだね。無理ないのかな。このままじゃ商売もままならぬ。まるで呪われてるみたいに不吉なことばかり。これだけで終わればよいがの。これからどうすれば。ここに長居は無用かと。街角で目立つのは避けるべきでしょう。そうだな。ひとまず白楼閣へ戻るか。一息つけるか。ここは変わらない。少しホッとするかな。何を悠長な、くつろいでる場合ではないと思います。今はこれでいいかな。確かにそうだな。おかえりだ父ちゃん。うん、ただいまだ、シナノン。いい子にしていてか。もちろんだぞ。俺はいつでもいい子だ。シナノン、そんなに走ったらまた転んでしまうぞ。ああ、ただいま戻りました。無理を聞いてシナノンを預かってくれてありがとうございます。お帰りなさいませ。いえ、手のかからないいい子でしたので、よく手伝いなんかもしてくれましたし。おう、手伝いしたぞ。さすがシノノンだ。将来いい女になるな。おう、当然だぞ。旦那もお帰りだな。お留守番ありがとな。寂しい思いをさせたか。別に寂しくなんかなかったぞ。本当だからな。そういうことにしておくか。そうだ、シノノンに土産を買ってきたんだ。さあ、新しい友達な。お、それは。おお、かっこいいな。よし、お前の名はケイドロだ。よろしくな、ケイドロ。なんで、ケイドロ。それじゃあ、私のお土産はこれ。海岸で拾ったんだ。とっても綺麗だったから、シノノに見せてあげたくて。どうかな。すごく気に入りました。父ちゃん、
これすごいぞ。キラキラだ。うん、よかったね。私からはこの本です。優しいお話なので、後で読んでもらうといいのです。おお、お嬢、読んでくれるのか？うん。読んでくれないのか？後で読んであげるですよ。父ちゃん、読んでくれるって。お嬢が読んでくれるぞ。よかったじゃない。キュールのお土産は何だ？いや、それはまさか何も用意していないのか？ごめんね。キュールはダメだな。そんなだからシガにもかけられないのだ。やれやれだ。しかし、さすがに疲れたね。しばらくはのんびりしたいところじゃない。そうも言ってられないでしょうけどね。この白楼閣も、いつまでも安全というわけにはいかないでしょう。それで、ハク、これからどうするか聞かせてくれる？どうするか、か、どう動くにせよ。情報が足りないな、兄貴のこと。王女さんのこと、おしとるのこと、ほのかさんのこと、わからないことが多すぎる。とにかく今は一つでも多くの情報が欲しい。そのためにはノスリーたちに宮廷内の潜入を。いや、宮廷内ともなれば警備は厳重だ。さすがに危険すぎる。お話のところを失礼します。皆さんにお客様がいらっしゃいましたが、どうなさいますか？まさか、追っ手がかかったか。おやや、もうここバレたっけ？それは何人で、どんな人相です？いえ、女性の方で、お一人です。おそらくは宮廷の女官の方と思われるのですが。宮廷の女官が一人？なんでまた、追っ手ではないのか。驚かせてしまい、本当に申し訳ありません。私はほのか様の使いとして来たものです。ほのか様の使いだと？最近ほのか様のお言いつけにより姫殿下のお世話をいたしておりました。皆さんの懸念は分かっているつもりです。ですがほのか様にかけられた嫌疑は全て紛れもない濡れ衣。ほのか様はたばかられてしまったのです。どういうことだい？帝に続き姫殿下が暗殺されかけたことはもうご存知かと思います。ああ、噂としては聞いている。本当だったんだ。はい、毒が混入されたお茶を召し上がり、お倒れに。それで王女さんは、容体はどうなんだ？幸いにしてお命は取り留められました。ですが未だ意識が混濁したままらしく、そこに伏せっておられます。そうか。アンジュ様、私のせいなのです。え？姫殿下にその毒を飲ませてしまったのは私なのです。あの時私は姫殿下に茶を持っていくように言われました。茶をお出しして下がったのですが、その直後に姫殿下が倒れられたと大騒ぎになり、私は恐ろしくなり思わず逃げ出してしまったのです。そんな時ほのか様がかくまってくださって、ほのか様はおっしゃいました。自身に帝暗殺の嫌疑がかけられていて、今は身を隠していると。そして私も宮中の陰謀に利用されたのだと。申し訳ないと頭を下げられました。その茶を持ってくように言ったのは誰だ？おしとる様です。嘘なのです。兄様がそのようなこと。あなたですか？兄様を陥れたのはお前ですか？やめろ猫め。
私もそう思います。お茶を届けよと私に命じたのが誰だったのか。あの時はオシトル様の命だと信じて疑いませんでした。ですが思い返してみるとそれが本当にオシトル様だったのか。もやがかかったかのようにはっきりしません。なのにあの時は何かに疲れたかのように信じ込んでいたのです。今ではあれはオシトル様でないと感じております。このことを私が証言すればオシトル様の無実を証明できるのではと思いましたが、それはほのか様に止められました。今さらそのことを言ってもすでに手遅れだと。このようなことを企てた者に暗殺される可能性が高いとおっしゃられて、それよりも白様に助けを求めほのか様の伝言を伝えるようにと指示されました。伝言？姫殿下の身にさらなる危機が迫っています。このままでは床に伏しているのをいいことに悪しき者の思うがままに利用されてしまうでしょう。どうか姫殿下を至急助け出してくださいとのことです。いや待て、王女さんを助けろって。なんとなく状況は理解した。無茶ぶりが過ぎるだろう。ほのかさんがどこにいるか。いえ、あの場所がどこなのか自分でもよくわからないうちにそこにいたといいますか、ここへ来る時も気がついたらここに立っておりました。例のあれか。だったらそういうのに詳しい連中から聞くか。お前たち何か知ってるか。不明。お母様との思念路が途切れたままです。妨害されているか、あるいは。そうか、ほのかさんと連絡が取れそうにないな。ならオシトルがどこにいるかは。申し訳ありません。それも一階の女官である私などが存じ上げることではありません。ですが噂では宮廷の地下牢でブライ様による尋問を受けているそうです。ほのか様の居場所を白状させるためということですが。ブライ、発注である、あの男か。兄様、少々まずいかもしれません。ブライは大変気性の激しい将と聞きます。故にその家臣も荒くれ者ぞろい。その尋問ともなれば苛烈を極めるでしょうね。いくらオシトルさんとはいえあまり長くは。剛腕のブライ。私が行こう。ノスリ、こんなこともあろうかと以前宮廷の下調べをしたことがある。私の見立てでは潜入は十分に可能なはずだ。私が姫殿下をお救いする。ダメだよ。ダメ、行かせない。クオン、見損なったぞ。姫殿下が心配ではないのか。心配に決まってるよ。でもね、だからって友人として失敗すると分かっている無謀な真似はさせるわけにはいかないかな。無謀などではない。必ずや姫殿下を。自分でも成功すると信じていないのに。その身を犠牲にしてでもって感じだね。たとえそれが無茶無謀と分かっていてもやらねばならぬ時がある。それはいい女というものだ。どんなに罵られようと友の無謀を止める、それも良い女というものだよ。なあオウミ、率直に言ってくれ。希望的観測やらは抜きにして王女さんを助け出してくることできるか。難しいですね。たとえ忍び込めても救い出すとなりますと。奥義、まず姫殿下の居場所が分かりません。予想はつきますが厳重な警戒の中から探すのは至難の業でしょう。次に追っ手がかかります。姫殿下をさらったとなればそれこそ
しらみつぶしに操作されますね。この白狼閣も例外ではありません。まず逃げ場はありません。それに宮廷を覆う結界のこともあるよ。術に対する防壁というだけでなく、侵入者に対する様々な処置が施された結界。もし何の対策もせずに忍び込めたとしたら、それは逆に誘い込まれたと考えるべきだと思う。気づいた時にはもう逃げられない。まるで蜘蛛の巣に絡みつかれたように、もがけばもがくほど抜け出せなくなる。待て、そんな話は聞いたことがないぞ。確かな情報だよ。じゃなかったらこんな頑なに止めてないかな。へえ、詳しいのですね。ヤマトの機密に踏み込んだ情報をよくご存知で。風の噂で聞いたというか、そんな感じ。確かな風の噂ですか。そういうことにしておきましょう。そうしてもらえるかな。そういうわけだ。気持ちはわからんでもないが、ノスリーの意見は却下だ。だが、まあ待て、何も見捨てるとか言ってるんじゃない。そうなのか。これからどう動くにせよ、勝負は一度っきりだ。失敗したら後がないんだよ。なのにこんな分の悪すぎる勝負をさせるわけにはいかんだろう。博打が好きにも程があるっての。今みんなして何かいい方法はないか頭をひねってるところだから、もう少し待て。そうか、まったく。それを先に言ってくれればいいもの。その前に突っ走ろうとしただろうに。ならば。分かってる。救出にはノスリが胃の一番に駆けつけられるようにするから、もう少し待て。ならばいい。さすがはハクだな。しかし王女様の居場所と逃走路は、現時点で王女様の居場所を知っているものとなると。おー、元気だったか。今は静かにしていようね。うん、分かったぞ。ウルール、サラーナ、お前たちの力で誰にも見つからずにオシトルの力をまでたどり着くことは可能か。条件付き。宮廷内からでしたら不可能ではありません。宮廷内からなら、お母様との思念がつながらないため、結界に阻まれ宮廷までの道を形成できません。ですが宮廷の結界内部でしたら、位相をずらし簡易的な道を作ることができます。そこを通れば他の者に認識されることなく移動が可能です。道、例のあれか。なあなあ、道って何のことへ。さあ、何かの隠語か。静かにです。いやいや、すまん。宮廷内ならか。つまり何とかして宮廷内に忍び込み、そこからオシトルを救出。オシトルの協力で王女さんの居場所に当たりをつけ速やかに救出と。それだとさっき話していたこととは大して変わらん。宮廷内に忍び込むって時点で挫折だな。いて、いや、なんとかしたいのは山々だが無茶が過ぎる。なら猫目に何かいい案があるんだな。なんなん、そっちも思いつか。で、分かったからやめろって。諦めろって言ったら今度は噛みつかれそうだな。宮廷内に入れればなんとかなりますの。なんでしたら宮廷内まで手引きしますよ。おかん、おかん、おかみさん、盗み聞きとは趣味が悪いですね。あら、私普通に入ってきましたの。まさか気づきませんでした
私が密告すればそこで終わりだったというの。のんきですこと。へえ、密告しないんだ。安心なさい。たかがお子様のお遊戯、いちいちお民に知らせる必要なんかありませんね。違いました。なんだよ、急にさ。はず、宮廷内で手引きって。そのままの意味ですね。宮廷に侵入したいのではなく。嘘や冗談も言ってるような雰囲気じゃ。どうやって。そうじゃ。一体あなたは、なぜそんな話を持ちかける。あら、妹分であるクオンが困ってるんですもん。手を差し伸べようとするのは当然でなくて。クオンの姉として嘘くさいことこの上ないって。この人そんな優しい棚じゃないだろ。どちらかといえば先人の谷に突き落とすためだ。うん、つまり答えは基本か。それに対する報酬は、要求は何だ。妹分のためと言いましたでしょ。報酬など何もいりませんね。なんで探すよ。この人わざとやってるだろ。これまでのことから、この人の素性は何となく察します。おかみさんとはそれなりに親しい間柄となったが、それを考えるとおかみさんの提案に乗っていいのか。いいのか。あれは構いませんね。こんなことでもないと使いませんね。どういう、ここに行ってもいいか。クオンの姉という言葉、信じさせてみよう。みんな、いいか。ここからはかなり危ない橋を渡る。これまでとは比べ物にならんくらいだな。ここの真相はもうかも。何が正しいのかすらわからんちょっと。これでよくだ。我らは正気を疑う綿密な策などない。そんなので押しと王女様を救い出さねばならんと行き当たりばったり。助け出した後どこへ逃げるかすら決まってないとか。どこだから、これ以上考え込んでる時間はない。急がないと間に合わないから。しかも旗からは王女をさらったようにしか見えない。よくて渡すのだろう。悪いな。これ以上考えたくない。何が言いたいのかな。降りたい奴は降りてくれ。引き取るも責めもしない。というかできれば降りてくれ。こんな水凶な真似をする奴は少ない方がいい。そうなるか。みんな揃って正気の沙汰じゃないな。そういうことかな。ハクも私たちもずっと一緒。ダルジ様のおそばが私たちの居場所ですから。やっぱお兄さんといると退屈せえへんな。こんな面白いことが次々起こるなんて、クラリもやる気や。ヤマトの神として当然のこと。兄上を助けなくては。ハク様とご一緒します。帝室を救うためなら聞くまでもない。奥義よ、準備はできているか。いつでも。旦那に救われた命だ。地獄の底までついていくじゃない。ついていくじゃない。皆さんありがとうなのです。それでどうしますね。おかみさん、頼みます。ええ、頼まれました。